SR にさ、うずいがいるわ。いや、たまんね。SR にさ、うずいいるだけでもすっげえ嬉しいねさ。なんとね、うずい2枚あるんだ。奇跡ミラクルレベルマックス外連中の外連中の外連だわ。うずいが2枚いるっつ奇跡。いやーマジ。しかも SR 一番レアリティ高いさ。今回の段で、シリーズで一番レアリティが高いさ。SR でうずいがいるからね。たまらんで、先にワンボックスね、こっちのワンボックス、数少ないやつゲットしてたんだけどさ、コンプできないからさ、この数じゃ、もうワンボックスゲットした時に、いや、開けたい気持ちを抑えてさ、早くね、渦井が見たくて、こっち渦井出るかもしれないからさ、先に開けようかなと思ったんだけど、一気にコンプ決めようと思ってさ、もう200個ゲットしたから、もう絶対コンプしよう。ラインナップは全部で、しかも2ってことは1もあるよね。俺1逃してたわ。でもまあ、渦井がいるからね、もう渦井なんていうことは俺も全然、もう、オッケー。全然むしろオッケー。全20、つか、1にも渦井いたどうしよう。絶対欲しいんだけど。やべえな。1にもいたらどうしよう。でも2でさ、登場って感じしない？うずいや、かっこいいな、マジで。うずいちょ、でけえがたいな。いや、最高だわ。全部で21種あんだよね。で、SR が4種で、R が、レアが6種あって、ノーマルが11種。で、カードはすべて、メタリック仕様なんだよね。で、SR は、ホロ白。奇跡ミラゴーだわ。で、ラインナップが裏に書いてあったさ、SR ゾーンがたまらんねん、ホロハクの。ほらもう、義勇と忍と、煉獄、そして、なんでこうだったナンバー4、SR、ナンバー4、うずい、天気。ぜやつが5枚ぐらい欲しいんだよな。コンプできないんで、俺コンプよがさ、うずいが5枚ぐらい来てくれた方が嬉しいんだよね、SR。いや、まあ、コンプ狙うけどね、そのためにもうワンボックスゲットしたから。で、あとは炭治郎から始まり、三つり。で、イグロオバナイでしょ。で、無一郎に姫島。で、品津川と来て、炭治郎。で、善逸続き、禰豆子。で、伊之助かなを、玉代様とゆしろもいるという。ノーマルだけど、ノーマルでいる。ゆしろと玉代様、これも欲しいよな。あと、義勇と忍。で、煉獄に、うずい天元11ナンバー11。11と4章。これが出ればもう勝ちやから。いやー、緊張してきた。出るかな、うずい。俺はもううずいしか見ていない。うずいを絶対出す。うずい頼むぞ。いや、うずい超かっけえよな、マジな、うずいな。うずい、ウェアとでもうずいゲットできてるから、もうこっちのコレクター、あとワンだよな。ワンのラインナップも調べなきゃ。で、うずいいたら買うわ。うずいいたらゲットして、うずいを降臨する。この手に。そして、これ一発目うずいか。一発目、そういうね、甘い考え捨てた方がいい。戦いだから、これは。禰豆子。おー、すげえ、メタリック仕様いいな、やっぱな。ここの雲のさ、絵柄のところもめっちゃ綺麗だね。かまど禰豆子。うわぁ、格好美しい。格好可愛いな。裏はこんな感じ。鬼滅の刃。裏のデザインもいいね。なんかトランプみたい。こんなトランプ、トランプ欲しくねこの鬼滅の刃の、この裏のパッケージのさ、トランプ、これでトランプしてえわ。禰豆子。一発目は禰豆子ね。で、ギャムであると。ギャムが1枚入っている。四角いギャムが入っている。ギャム倉庫どこだったっけな。ギャム倉庫やべえ。忘れた。この中にダンクシューティング。ギャム倉庫の中にダンクシューティング。そして、もう出すわ。来るが。いやー、出るかな。てか、こんだけ買ってさ、一番やばいのさ、コンプできずに、渦井が出ねえっていうこのパティン。絶対やばいからね。コンプできないにしても渦井が出たら勝ちはさ、渦井。くそーくせー。いやー、緊張してきた。マジ緊張してきた。お疲れ。トレビださ、まだお前始まったばっかじゃねえか、お前からお前。もうあっちあるんだから、マックス、フルマックスがね、探し回って、ね、やっとゲット、フルマックスがあるんだから絶対大丈夫。もうこれで出るでしょっていうか、これ、おー。めっちゃ、SR いいな !SR の仕様やべえわ素晴らしいこれの渦井だろう。やっば。さ、手前にもさ、いて奥にもいるのもいいよね。このデザイン、あと、この、文字の部分のホロレベル。すげえ。煉獄杏寿郎のさ、この、名前の漢字がかっけえからな。名前の漢字の時点ですげえかっけえのにさ、もうホロアクになっとるわ。すげえ。なんじゃこれ。これが SR のクオリティが。これが SR のクオリティだぞ。ちょっとスリーブして、早く渦井ゲットして、裏は変わらず、SR も、裏は変わらずの、SR ちょっと違う仕様になってたらさらに良かったよな。この鬼滅の刃のとこも、ホロ白みたいな。たまらんね。よしよし、ナンバー3か。ナンバー3の、いや、その下だったんだけどな。惜しいな。っていうかさ、ワンボックスにさ、1枚だけだったらコンプできねえよな。だって2枚しか SR で、あ、これやばい！ SR ワンボックス1枚疑惑ちょっと出た、今。疑惑だった。ワンボックスに2枚とかあるか、こんなかっけえカード。こんなかっけえカードでさ、あの仕様だぜ。あの仕様ワンボックスに2枚とかあり得ると思う。やべえ。もっとちょっと探してからゲットするべき、もっと探してゲットしてから開封する。あ、でもまあ、いっか。とりあえず今日のメインは渦井だから、あっちで渦井出ればいいじゃん、SR。で、ノーマルの渦井もまだ出てない。ノーマルもいるからさ、ノーマルの渦井をゲットしてから SR っていうパーティーも全然 OK だからね。そのパーティーもアルパティーだからさ、いや、マジでこれ出なかったらどうしよう。ダブルで出なかったら本当に、1週間凹んでるわ、多分。もうだって売ってないんだもん、これ。超探した結果さ、この、セットだからさ、2箱。しかもこっち中途半端最初にゲットした方が、絶対ないよ。あ、通販だって買えるかな。まあ、通販か。しょうがねえよな。送料かけて。送料高いけどさ、送料無料のとこだったらすげえ嬉しいけどさ。はぁ、見た今の見た何今のイケメン。え、もう全部見てないけど、瞬間的にイケメンって分かったんだけど、ちょっとやべえ。めっちゃかっけえ、めっちゃかっけえ。おつけ、大丈夫、おつけ。落ち着け。取り乱せよ。分かってるから、想定内だ、こんなもんは。渦井かっこいいの想定内でした。取り乱せよ。はい、取り乱しません。おほほほほ、逆だけど。いや、マジかっけえわ、渦井。え、マジ渦井かっけえ、渦井になりてえ。いや、超かっけえ。え、やばく、いや、ガタイ的にはやっぱね、姫島のガタイがすげえ、好きな、いや、でもね、渦井もガタイできるし、イケメンだし、いや、もうナンバーワンだよ、やっぱね。いや、めっちゃかっこいいわ。顔のドアップ。かぶんねえかな。渦井かぶんねえかな。いや、コンプできんくてもいいから、渦井かぶっとして。いや、めっちゃ大きいわ。いや、これ、ちょっと拡大コピーして貼りてえ、部屋に。めっちゃ大きい。よしよし、ノーマルの渦井先にね、やってこれ。とりあえず、ノーマル来た。で、SR ワンボックス1枚だったらきついんだけど。いや、マジか。ワンボックスね、1枚かな。すげえ怖え。ワンボックス1枚だったらさ、あと1枚でしょ、あっちで。しかもこっち少ないやつで、あ、でも、こっち少ないパティーンで出たパティーンだから結構熱いわ。展開的に運がすげえいい。俺のペクトラリスメジャーが現れている。ペクトラリスメジャー渦井。おおほほ。まあ、そう簡単にはね、来ませんよと。そう簡単に渦井は出しませんよというね。もう力を感じるわ。イケメンの力でわかってるよ。さすが、渦井。わかってる。俺はわかってる。しかし、それに打ち勝つ俺のペクトラリスメジャー。いくぞペクトラリス。頼むぞ渦井これに出すSR ワンボックス、これで出たらワンボックス2枚の可能性もあるからね。SR すげえかっけえ仕様だったからな。かぶった、初かぶり、禰豆子だ。禰豆子っちが初かぶり。お、全然 OK。禰豆子可愛いからね。全然 OK。これしかもさ、すげえイラストがさ、可愛く、そして美しい。輝く、美しく、かっこいい。素晴らしい。すべてが揃っている。禰豆子最高。しかし、被るんだったらそこは天元がいいな。天元、渦井天元が。渦井被ってくれ渦井被ってくれ被るなら渦井がいいわ。いや、苦しくなってきた。怖えわ。マジで。おつけ。いや、こういうなるの想定してたはずないんですけど、実際やるとね、やっぱドキドキが止まらなくなってくるわ。やべえ。やっぱ SR1 枚かもしれん。でもさ、これ少ないやつだからさ、もしかしたら2枚入ってるのかもね。あっちはもう丸まんま。シャッフリングとかなければ丸まんまだから、あれ。だから、アソートがわかる。このワンボックスのアソートがわかる。シャッフリングされてたらわかんないけどさ、はぁ、煉獄揃ったね。ダブル。やばい !SR! どっちか SR 頼む望みつなげたいからさ、まあ、できれば天元がいいけどさ、渦井がいいけど、渦井じゃなくても、とりあえず SR 出て、SR2 枚あるよっていうところをさ、示してほしい。俺たちに、大胸筋に示してほしい。大胸筋ペクトラリスメーション。男のペクトラリスメーション。やべえ。完璧にやばい。渦井やばい。渦井頼む。渦井。そんな、もうない。空っぽナイツ。やべえ。完璧にやばい。SR1 枚か。コンプできねえじゃん、これ。そうか、SR1 枚、ワンボックス1枚の可能性考えてなかったわ。枚数的に2箱、あともうワンボックスあれば、コンプできると思って、今日取っちゃったんだけどさ、開封しちゃったんだけど、いやもう、待ちきれんかったしね、俺ずっと我慢してたから、こっち飾って我慢してた、早く開けたい気持ちを抑えてて、だからさ、そこはまあいいよ、戦ったし、今日開けて全然 OK ということで、次の、箱に行く。やべえ。ノー SR か。ノー SR 天元か。ノー SR 渦井なのか。SR 渦井出なかったらどうしよう。いや、コンプできないはしょうがない。もう分かった。SR、ワンボックスで1枚の、可能性が高いから、コンプできないのはしょうがないとして、SR 渦井出ないきついわ。ガチきちい。いや、マジ言ってっかな。いや、またスーパー巡りするか。コンビニでは売ってないんだよね。俺コンビニいろんなとこ見たけど、ないから、スーパーに売ってる。でかいスーパーに売ってると思う。でかいスーパーもあれば絶対どっかにあるはずなんだけどさ、結構回ったんだぞ、もう近場の。まあ、遠くのとこまだ行ってないけど、あそこ行くか、あるかもしんねえしな。出なかったらな、今日な。いや、出る。自分を信じるよね。絶対出るから。絶対出る。みつり可愛いな、顔ナッペ。みつり。まあ、ピンク髪の女の子俺すげえ好きだからさ。みつりゲットコーリーね、初。よし、乗っている。こっちもワンボックスだから。まあ、未開封じゃないけど、多分シャッフリングないんじゃないかな。これしかなかったし。だから、アソートがわかるからね。SR 何枚入ってるのか。確定じゃないかもしんないよね。ワンボックスにさ、もしかしたら、0枚の可能性もアルパティーンかもしれない。やばいガチやべえ。そうなったら、SR、積んでるよな。この時点で。積んでる可能性がある。まあ、確定じゃないけどね。積んでる可能性はあるからさ。いや、マジ、やばい !SR、いやー、でもノーマル来てくよ。あの渦見てパワーをもらう。イケメンがたいのパワーを。いや、渦かっけえな、ガチで。やべえな、いや、つうか、被るんだったら渦に被ってほしいんだけどね。被るんだったら渦に被ってほしい。たぶんさ、やべえ、完璧にやばいわ。待って、やべえ。でもまだまだあるから、頼む、渦いや、苦しくなってきた。渦い、頼むぞやばい。ゆしろとためそうだ。初。めっちゃ欲しかった、これ。ラインナップ見たときに絶対欲しい。背景いいね。ゆしろとためさまのコンビ絶対カードスリーブしたいなと思ってた。でもこれカードでかいよね、サイズ。これスリーブ、ポケカのやつに入るかも。ちょっと後で試してみな、スリーブね。ポケカのやつに入れて、かっこよく、渦をしまう。スリーブする。そしてコレクションに加える。俺のイケメンカードコレクション。やべえ出ちゃった !SR 出ちゃったやばいSR 出ちゃったやばいぞ、これ完璧にやべえ。SR 出ちゃったから、ワンボックスで1枚だったらもう出ねえ。完璧。やばい。でも、忍かわいいな。忍かわいいな。来てくれてありがとうな。初だし。初カード。美女カードコレクションでしょ。これもう、忍は美女カードコレクションに加えて、めでる。欲望のままにめでる。しかし、俺はイケメンをめでたい。うずいをめでたい。うずい頼むぞ。うずい、でけえ方を見せてくれ。うずい。頼むぞ。イケメンがたい。うぜ。俺信じてる。ネズゴッチ。3枚目。トリプルネズゴッチ。素晴らしい。展開的には激アツ。しかしながら、うずい。でも SR も出ないかも。ワンボックス1枚の可能性あるから。いやー、待って、うずい。頼むって、うずい。2枚目うずい。いや、めっちゃか、これもうイラスト描こう。後でイラスト描こう、これ。模写しよう、これ。めっちゃかっけー。イケメンすぎねえかち。戦闘スタイルもいいよな、ほんと戦闘スタイル。戦闘スタイルもすっげえかっけえんだよ。マジ強えしな、イケメンだし、ガタイでけえし、最高だよね。奥さん3人いるし、最高。イケメン中のイケメン。男の中の男、しかし SR が来ねえ。マジか。俺ちょっと待って、本当に、こんなはずにはならなかった。何のために俺200をゲットしたんだよ。探し回ったんだよ。1箱目開けたい気持ちを抑え、頑張って探して200をゲットし、やべえ、完璧にもうね、これね、いつものパティーンになってる。パティーンの波を感じる。パティーンストリームを感じる。ほんとさ、っていうか部屋中すげえいい匂いする、ガムの。このガムのすっげえいいね。お腹空いてきた、バカ野郎お前。お腹空いてきたじゃねえかよ。めっちゃ腹空いてきた。しかしだから、でもまだまだあるから、言うても。まだまだあるから、まだライフはある。大丈夫だ。コンプできないにしても絶対に俺は、渦井の SR を出して終わるんだ。マジか。やっぱワンボックス1枚かな。ワンボックス1枚の可能性が、アルパティの突入のやべえ。嘘だろ。マジ、精神的。待って、今日出なかったらマジ精神的ダメージが半端ないんだけど。うずい、頼むぞ。頼む。来てくる、うずい。泣きそうだ。ちょっと待って。泣くな。泣くのをゲットしてから嬉し涙を流す。男の嬉し涙。ガタイマする嬉し涙。やべえ。完璧にやばい。でも2枚目だからね。かぶりも嬉しいというね。たまよさまゆうしろ。しかしながら。あと、いやでもまだある。大丈夫だ。ワンボックス1枚だろ、やっぱ。SR。そうだよな、SR だもんな。そうだよ、SR だもん。当たり前なんだよね。そこに気づけなかった俺が。悪い。そこに気づけなかった。俺のミスだ。それは、俺のミスだ。ワンボックスだよ、田辺。もうこれで最後なんだよ。田辺 SR さ、せめてもう一枚あって、せめて。あったけど、まあ嬉しいよ。嬉しいよ。すっげえ嬉しい。めっちゃ嬉しいけど、くそ、うずいなんだよ。あ、でもワンボックス2枚あるってことが分かっただけで熱いな。うん。やっぱさっきのやつは少ないやつだったからさ、そのなくなってたやつに SR だったのか。でも、まあ分かっただけ、情報ゲットできただけでも熱い。ワンボックス2枚の可能性はある。よし、義勇のね、SR 来たから。富岡義勇。マジ SR の仕様かっこいいわ。うずい欲しかったな。っていうかまだ可能性あるんだから諦めんねや。3枚の可能性だってあるじゃねえか。わかんねえじゃねえか、そんなもんな。ワンボックスに3枚の、多分ないだろうな。くそ。やべえ。プロテイン飲みて。マジもうプロテイン飲みたくなってきた。はあ、くそ、マジか。でもあと4パッキーあるから、死か。うわ、死じゃねえかよ。4じゃねえか、もう死んだ、いったわ。もう絶対出ない。でも出ないけど、まあ、ノーマルのさ、ね、ノーマルの、あ、でもさっき出たからもうないかな、可能性。ノーマルのさ、うずい、ね、あ、でも同じの出るから大丈夫、出るわ。うずい可能性はノーマルだったら。まあ、煉獄とさ、忍とさ、義勇が来てるだけで熱いよな。かっこいい SR のさ、っていうかさ、あのさ、義勇、忍、煉獄。いつものパティーンだったらやっぱ欲しいやつが出ない。もう、クーがしかり、キュベレしかり。欲しいのがこのパティーンなんだよ、毎回俺。なんで何呪われてんの俺こんなに。ガチでさ、欲しいの来ないんだけど。あ、でもこの前、つゆちゃん出たからな。この前、つゆちゃん出たから一回、あ、そっか、そこで運を使ってまた、リセットされたんかな。リセットさん来たわ。俺の心の中のリセットさん。マジかよ。俺の心の中のリセットさん来た。くそ。欲しいの出ねえんだよな、毎回。いや、うまい具合に外してきやがったわ、うぜえ。SR うぜえ見たかった、欲しかったな。マジ、絶対これだろ絵柄。絶対このイラストじゃん。このかっけえイラスト、このかっこいい佇まいのさ、うずいで、あの塩だろホロ白だろバカロ、絶対欲しいじゃん。もう、カードショップで買おうかな、売ってるから。でも、このカードを出回ってるとこ見たことないな。いや、俺が見逃してるだけで出回ってるかも。でもカードショップ結構あるからね。こんなもんまであんのかっていうカードがあるから、見逃してる可能性はあるよな。すげえな。ということで、もう、最後のワンパッキー。ああ、パーティーンの神様が微笑んだぜ。パーティーンの女神が。パーティーンの女神が。でもわからんぜ。最後の、ね。これで、来るじゃねえの。やっぱ、イケメンの男、ガタイのイケメンの男が最後に見せるじゃん。やっぱり、絶対来るだろ。いや、SR じゃなかったけど、合計3枚。3枚の天元ゲットで3天元できてっから、もう天元突破グレンラガー完璧に。はい、グレンラガー来たー、天元突破来た、完璧なる天元突破っしょ。うわー、かっけ、トリプル、じゃあ最後にさ、薄いトリプルで終わろうぜ。いや。もう幸せ。俺はね、もう何も言うことはない。SR 来なかったけど、しょうがない。もうね、SR 来なかった、そこはしょうがない。もう、イケメンだからそう簡単に出ねえんだよ。次回出したるわ。まあ、売ってないと思うけど、売ってたらゲットしてきて、次回出したるわ。ないだろうな。くそ、ネットで買えたらネットで買うわ。つか、カード単品で売ってたらカード単品ゲットしてくれ。で、写真をツイッターがインスタ、あ、ダブルで、ツイッターとインスタダブルに、もう動画撮らんわ。もうこの動画は、これでフィニッシュにする。もうそれだったらね。まあでも、今日、とりあえず、ね、このうずい、3天元できてるだけで、3天元突破できてるだけで、俺はもうね、幸せ。ありがとうございますよっしゃ、すげえ、そっちが最後にマジで来たわ。最後にマジで天元来た。天元と最後、フィニッシュ天元。やった、かっけー。この3枚来てくれただけで、俺はもう大感謝中の大感謝。ありがとう、マジで天元。うずい来てくれてありがとう。マジかっけー。でも、ボディも見たかったな。ホロ白見たかったぜ。いやー、てかほんとうまい具合にさ、天元だけ、うずいだけ来なかったからな。他の SR 全部出てんのに。まあこれが俺よ。俺のパティーンの呪いよ。パティーンの呪いかかってっから、このパティーンの呪いをな、解いてもらえればなんとかなるんだけどな。ということで今回の開封結果は、ちょっと待ってよ、その前に動画を締める前に、さ、スリーブッションゲットしてばかりの、当然のことながら、ストリンダーっしょ。ストリンダーに、サイズ多分合うと思うんだよね。ったいじゃない。あ、ポケカの方がでかい。ポケカでけえんだな。ポケカの方がでけえよ。ポケモンカードゲームの方がでかい。ほら、ちょっとサイズ、ブカブカになっちゃうけど、ぴったりサイズが多分ないから、これでいいや。おぉ、素晴らしい。うずい天元。いや、あるかなぴったりサイズ。これワンサイズある。あ、まずは、このスリーブに、入るような多分サイズ同じぐらいだと思う。これヒーローズのカードとおそらく同じ。ほら、ぴったりだな。ちょっと待って、渦行って見えねえじゃん。ちょっと待って、渦行って見えねえから、やはりこっちのスリーブの方がいいかな。こっちのスリーブの方がいいか。ヒーローズのやつ、こっちの8周年のかっこいいやつに入れようと思ったんだけど、まあ、ぴったりだな。そしてさらに、そして、このね、ローダー、家庭ローダー。これはまあ、待って、渦行けるかな。あー、ちょっと名前のとこが隠れるな。そうなってくると、こう。あ、こう、ちょっと待って、こうでいいか。こう入れても、あ、こうか。こう入れれば、名前隠れないんじゃない？こう入れれば、名前、ほら、完璧！周りの金ピカプラス、中の家庭スリーブ、渦井天元。きたー！完璧なるコレクションでしょ。これで無事に3天元を、そうか、場所変えればいいんだもんね。そう、場所変えれば、お、いい感じじゃん！超良くない？よし、3点減をスリーブできたということで、この辺で終わるかな。今回の動画、コンプできんかったし、うずいの SR 出なかったから、めっちゃ、まあちょっとね、正直ショック感はあるんだけど、でも3点減来てるからね、それで帳消しがさらに嬉しいという、ありがとう、うずい。で、次回またあれば買ってきて、コンプ動画撮ろうと思う。それではまた次回、次のね、SR 天元、うずいで、うずい天元でお会いして、いや、楽しいな、SR。SR だからな、超かっけえぞ。この時点でもやべえの。いや、SR も3枚ぐらい欲しいよな。ノーマル3枚ゲットできたからさ、SR も3枚できればゲットしたいなという気持ちが、すげえあるわ。めっちゃ楽しみだな。SR3 点元、俺狙うわ。ここまで来たら、SR3 点元狙うしかねえもんな。探し回ろう。まずは探し回るわ。ね、ネットで買えたらネットでも買おう。送料かけるわ、もう。送料かけて余裕でいいわ。SR 点元。